マレー作戦は太平洋戦争で日本軍が南方作戦で実施したイギリス領マレーへの侵攻作戦。陸海軍中央協定で定められた作戦名称は E 作戦。マレー作戦は太平洋戦争の壁頭で他の作戦に先行して攻撃を開始した。シンガポール島攻略を最終目標にしており、1942年2月15日にそれを達成した。日本軍は開戦と同時に南方作戦の実施を計画していた。南方作戦の目標は、香港、マニラ、シンガポールの重要軍事拠点を覆滅して、東亜における米英勢力を一掃するとともに、国力造成上の見地からスマトラ、ジャワ、ボルネオ、セリベス及びマレーなどの重要資源地帯を攻略確保することであった。南方作戦の攻略目標は、フィリピン、マレー、ジャワの3つが柱になっていた。そして、資源地帯のラインの中心ジャワを最終目標とし、対米作戦を重視する海軍はフィリピンを先行重視して右回りする作戦を主張し、米英化分を期待していた陸軍は、マレーを先行重視して左回りする作戦を主張した。左右の作戦は並行して行われるが、どちらを先行させるか、あるいは両方同時に攻める2本立てかが問題であった。また、南方作戦の議論では、マレー上陸作戦を海戦壁頭吸収的に行うか、航空撃滅戦後に実施するかが課題となった。陸軍は南方作戦の根本方針を先制吸収としており、シンガポールの早期攻略を期としていた。そのため、マレー上陸案として、航空撃滅戦と同時に、数地点に九州上陸する港案を期とした。しかし、この案は、英航空戦力をそのままにして、趙との豊接敵の後上陸することであり、上陸の前日に帰途が暴露することは、必然と考えられ、輸送船団や護衛艦隊に大きな損失が出ると予想され、そのため、海軍はこれに反対し、航空撃滅戦を行った後に上陸を行う、乙案を出した。その後、議論が重ねられ、甲案を本則として、乙案の場合は、先遣兵団衆が天出発前に、これを決定と例することにした。しかし、敵の航空を撃滅しない危険は、残り憂慮され、上陸失敗の場合の対策も講じられた。南方攻略作戦は、マレーからの左回り作戦とフィリピンからの右回り作戦の2本立てで、ジャワを目指す案となって、1941年10月29日までに、陸海軍中央統帥部における南方作戦の計画書類の策定が終わり、マレー作戦は南方作戦陸海軍中央協定において作戦名称は E 作戦と定められた。マレー作戦の最終目的はシンガポール島の攻略であり、第25軍が南タイ上陸以降に行う作戦はその前哨戦である。そのため第25軍の戦力などはシンガポール島攻略を基礎として決められている。しかし、シンガポール攻略を研究するだけの資料がないため、兵力量算定の前提条件も不明のままで、現地軍に一任することとなった。背面攻撃ということもあり、第25軍の兵力なら可能であろうと判断されたが、第25軍も作戦初期には具体的計画を立てられず、計画に着手したのは、クアラルンプール占領後で、準備が軌道に乗ったのは、クルアン占領後のことである。シンガポール島の前面に進出するまでには、困難な豊洋上陸作戦があり、その後さらに 1000km を超える、長愛路の突破作戦がある。日本が開戦直前に想定した英軍の、マレー方面の兵力判断は、正規軍7、8万、義勇軍2万の、計10万前後であった。南方作戦は、ハワイ、マレー、フィリピン、香港、グアムに対して先制攻撃をもって開始されるが、海軍は機体をかけたハワイ空襲に奇襲が必要とし、陸軍は趙との危険な渡洋作戦からマレー作戦に奇襲が必要とした。ハワイの明け方はマレーの夜半にあたり、マレー作戦のコタバル上陸がハワイ攻撃に先行しない限度でなるべく早く行うように規制する必要があった。1941年11月10日の東京協定でハワイ攻撃を優先すると陸海軍が確認したが、この攻撃要領ではハワイ攻撃は航空部隊が夜間発艦となっており、11月23日に機動部隊が検討の結果から黎明発艦へ付加し、空襲時刻を1時間半遅らせた。海軍は今更陸軍に延期を申し出るわけにいかず、夜間発艦のハワイ攻撃に合わせて上陸を予定していたマレー作戦の上陸が先行することになった。この作戦は開戦前に宣戦布告を行う予定であった対米開戦とは異なり、宣戦布告なしで対英開戦することは予定通りであった。この時の日本軍の開戦日の暗号は、大本営陸軍部第1部、第2課作戦班班補佐、瀬島隆三少佐考案の日の出葉山形、日の出葉山形とすである。長年イギリスの植民地支配下に置かれていたシンガポールは、日英同盟の破棄以降イギリス軍によって防御設備の強化が進められ、東洋のジブラルタルとも称されていた。海に面した南側には、戦艦の主砲並みの15インチ、38センチ砲をはじめとする重砲軍と統治下軍が構築され、さらに多数の戦闘機群が配備されて、難攻不落の要塞と言われていた。北側のジョホール海峡側及び同じく植民地である、マレー半島におけるイギリス軍の防備は手薄であったが、広大なマレー半島そのものが、天然の防壁となると考えられていた。上陸可能地点である大領内のシンゴラ、ソンクラからシンガポールまでは1100キロの距離があり、マレー半島を縦断する道路は一本道で、両側にはうっそうたるジャングルとゴム林が広がっていた。さらに半島には大小約250本の河川が流れ、南に撤退するイギリス軍が橋梁を破壊すれば、容易に日本軍の進撃を阻止できると考えられた。その間に、イギリス軍は、シンガポール北側の防備を強化することができると考えていた。イギリス軍は、国際情勢の悪化を受けて、東南アジアにおける一大拠点、植民地であるマレー半島及び、シンガポール方面の兵力増強を進めており、開戦時の兵力は、イギリス兵19600、インド兵37000、オーストラリア兵15200、その他16800の合計88600に達していた。兵力数は日本軍の開戦時兵力の2倍であったが、訓練未了の部隊も多く、戦力的には劣っていた。軍の中核となるべき、イギリス第18師団は未だ輸送途上であった。また、ヨーロッパ戦線及び、アフリカ戦線に主要部隊が張り付かざるを得ない状況であったことから、これらの植民地に配置された兵士の多くは、世界各地のイギリスの植民地から集めた異なる民族寄せ集めであり、統帥には苦心があった。特に多数を占めたインド兵たちは、生活の糧を得るために、イギリス軍に入隊したものの、祖国を植民地支配し抑圧するイギリス人のために、祖国から遠く離れたマレーの地で命を投げ出す理由など持ち合わせていなかった。空軍については、現地司令部から本国へ幾度も増強の要請がなされたが、ドイツ軍に対して劣勢でその対応だけで手いっぱいであった本国はこれに対応できなかったため、開戦当時のイギリス空軍の中心は、バッファローの2009機とならざるを得なかった。開戦後の1942年1月後半以降は主力機ハリケーンを順次投入。さらに日本軍に対する研究が不十分なイギリス空軍はロールス・ロイスとダットさんの戦争だと人種的な偏見からも日本軍の航空部隊を見くびっていた。時間はすべて日本時間。1941年12月4日、サンアで作戦の全戦団の出撃を確認したマレー。部隊指揮官、小沢治三郎海軍中将は、最後に、マレー部隊主体を率いて同地から出撃した。マレー攻略船団部隊は午前8時までに、警戒航行隊形の正型を終えた。この日は晴れ、風向北、風速5メートルで、山下智之陸軍中将以下、約2万人の第25軍戦憲兵団の乗船する輸送船18隻は、小沢中将の指揮する従順5隻、軽巡1隻、駆逐艦14隻、苦戦艇1隻、合計21隻の艦艇に護衛され、マレー半島を目指して進撃を開始した。一方、南方部隊指揮官、近藤信武海軍中将も、戦艦2隻、従順2隻、駆逐艦10隻からなる、南方部隊本隊を率いて、同日午後12時45分マコを出撃し、約700海里南西方にある、マレー攻略船団部隊の支援ために続行した。6日午後1時45分、船団護衛中の各艦は機影を発見し、日本側が英軍機と確認できたその飛行機は、船団に接近し、護衛艦艇の射撃圏外から偵察を続けた。午後3時、小沢中将は、航空機による英軍機撃墜を第1、第2航空部隊に命令した。12月1日に大本営海軍部は、輸送船団を偵察する航空機が現れた場合の撃墜を指示していた。また、この朝に根治作戦の機密書類を搭載した陸軍徴用機が中国沿岸に不時着し、それらの書類が中国軍の手に入った疑いがある旨、大本営海軍部から通報もあった。したがって、この撃墜を契機にこの方面で日英が戦闘状態に入り、南方作戦全体に大きな影響を与える心配があったが、小沢中将はこれくらいで破綻することはないと考えていたという。しかし、両航空部隊は英軍機を発見できなかった。7日午前3時、小沢中将は第2航空部隊に夜間索敵を命じ、午前9時50分、上川丸の零式推定、尾形栄一予備少尉が索敵の機とに英軍飛行、プビー型を発見し、交戦中、約10機の陸軍機がこれを発見して午前10時15分、これを撃墜し、午前11時、山陽丸艦長がこの報告を小沢に送信した。予期された英航空部隊の反撃はなく、英艦隊も認めない状況を鑑み、小沢中将は予定通りの上陸を決意し、予定通り公安により上陸決行、コタバルも同時上陸の意図を山下中将に伝え同意を得て、午前10時30分、分身地点に到着すると、各部隊は予定上陸地点、コタバル方面、シンゴラパタニ方面、ナコン方面、バンドンチュンポン方面、プラチャップ方面に向かって、隊列分身した。7日、夜半、マレー部隊主隊及び護衛隊本隊は、コタバル沖80から100海里付近に達し、英艦隊の反撃に備えながら、上陸作戦支援の体制を整えた。マレー上陸作戦で最も困難な任務を負った、コタバル上陸部隊は、匠弘少将率いる匠主隊、不評第56連隊、山砲兵一小大隊機関で、兵力は約5500名、これを輸送する、輸送船、淡路山丸、両戸山丸、桜丸はいずれも有速船であり、桜丸は、防空戦として装備されていた。3隻合わせた搭載舟艇は約60隻、1回で2000人を輸送する能力があった。コタバル上陸船団部隊は第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎海軍少将の指揮のもと、隊列5戦憲兵団主力船団と並進した。隊形は、綾波、磯波、掃海艇2隻、苦戦艇1隻が3隻の輸送船を直接護衛し、旗艦、川内、四季波、浦波は、船団の前方20キロに、幅30キロの相当隊形を成形するものだった。1941年12月7日午後4時30分、浦波は、ノルウェーの商船、ホフサックを発見し、情報活動の疑いがあったため、自沈させた。さらに午後7時25分、ブレンハイム型爆撃機を発見したため射撃したが、失った。1941年12月8日午前1時35分、第1回上陸部隊約1300名は、約20隻の舟艇で隊形を整えて、コタバル陸岸へ進発した。第2回上陸部隊は、第1回の30分後に出発予定であったが遅れ、午前2時45分、那須不評連隊長以下が出発した。午前3時30分、第1回の終艇の一部が、船団に帰ってきた頃、英軍機3機が日本の船団と艦艇に攻撃を開始し、その後1時間にわたり低空爆撃と機銃掃射を反復した。そのため、橋本少将は揚陸を第2回までで中止し、船団は新五羅に退避するべきと陸軍に意見を述べたが、陸軍の支隊長は上陸戦闘遂行上、認めがたく3回必要であるとして、午前6時30分までに、上陸が終了するとの支隊長の判断に基づき、同時刻になったら、揚陸状況に関わらず、船団を退避することで合わした。第3回上陸部隊は、第1回で帰還した終艇に、次々異常出発することになった。午前7時、橋本少将は、各地の各艦に退避を命じた。上陸した第一戦部隊は、英軍の水際陣地に苦戦し、日没までに、コタバル飛行場を占領する目標は達せられなかったが、匠支隊は800名以上の死傷者を出す。激戦の後、8日、夜半占領に成功。9日午前には、コタバル市街に突入し、英軍を撃墜して、南進を続けた。また、陸軍の第3飛行集団は8日、9日、田滑ら、クアラベスト飛行場を攻撃し、コタバル周辺の英航空部隊を一掃した。コタバルを引き上げて、新五羅に移動した川内の橋本少将は、陸軍戦闘機隊によるコタバル上空警戒の実施を第25軍司令部に要請しようと参謀を派遣したが、作戦中の混乱で連絡が取れなかった。しかし、コタバルで苦戦中の匠主隊を見殺しにもできず、午後3時40分、橋本少将は、川内と駆逐艦4隻で新五羅を出発し、パタニ方面の駆逐艦2隻にも合同を命じた。そのため、コタバル再揚陸は2隻の輸送船に対して、軽巡1、駆逐艦10、掃海艇2、苦戦艇1、計14隻が護衛することになった。午後4時、橋本少将は、マレー部隊に海軍航空部隊の支援を伝声した。9日午前7時20分頃、輸送船は陸上戦闘の状況が不明のため、8日の病地に闘病し、9日の病地はツンバット、港沖の予定だったコタバル揚陸作業を再開した。午前9時50分、日本の陸軍戦闘機が上空警戒を開始。護衛部隊は徐々に引き上げ、最後に残った第19駆逐隊、第1小隊も輸送船の揚陸を終えると午後6時30分に引き下駄。匠支隊は、その後、1月3日までに、東海岸の要衝、クアンタンを制圧し、第25軍主力と合流した。新五羅は、マレー国境近くの大領であり、第25軍先遣兵団は、主力は、新五羅から、安藤支隊は、パタニ、ターベから上陸し、マレー国境を突破し、所在の英軍の抵抗を排除して、ケダー州西部を南進しようと計画した。8日午前4時12分、新五羅の第1回上陸部隊の戦闘部隊が上陸に成功。上陸後は英国領事館を占領し、新五羅港に上陸根拠地と水上基地の設営を始めた。陸海の航空部隊が陸戦支援、哨戒を実施した。パタニ、ターベ上陸を行う安藤主隊、指揮官は不評第42連隊長、安藤忠雄大佐は、不評第42連隊を機関とする人員約7200名、車両約230からなる部隊であり、輸送船6隻に分乗した。このうち、不評一個大隊に各種部隊を加えた約2800名がターベに上陸する部隊で輸送船2隻に分乗していた。主隊の任務は主力をパタニ川口西岸に、一部をターベ北方に上陸させ、パタニ、ターベ両飛行場を占領し、ケダー州に進撃することだった。8日午前3時、パタニターベ部隊ともに上陸開始に成功する。パタニでは、タイ軍の反撃があったが、午前11時40分頃、タイ軍は降伏した。夕刻までに両飛行場ともに占領に成功した。宇野支隊、指揮官は、不評第143連隊長宇野節大佐は、第15軍第55師団の一部で、歩兵第143連隊を旗艦とする各種部隊からなり、その任務は物員から隊に陸路進駐する、この絵師団と呼応し、南部隊各地に上陸して、付近の飛行場を占領し、第25軍のマレー攻略を容易にするとともに、速やかにマレー半島を横断してその西岸ビクトリアポイントに達し、その飛行場を占領して、マレー方面作戦部隊の即敗を援護するのにあった。ウノ支隊の上陸地は、ナコン、バンドン、チュンポン、プラチャップであった。別に、吉田支隊、この歩兵第4連隊第3大隊機関が、海軍艦艇の護衛を受けず、輸送船、白馬山丸に乗船して、単線で、バンコク南方海岸に上陸する。分身地点で分かれた、ウノ支隊船団は、占い守が、ナコン船団を、カシーが、チュンポン、バンドン船団を護衛し、プラチャップに向かう輸送船には、護衛艦艇は付けられなかった。7日午後9時頃、タウ島の東30海里で、バンドン、チュンポン船団は両方面に分離し、カシーは、バンドンの輸送船、山浦丸を護衛した。バンドン上陸部隊の終艇隊は8日午前8時40分、シーラット河口を発見して、そこを開始、午前10時頃、バンドン市に突入し、同日中に飛行場を占領した。宇野支隊長の直訴するチュンポン船団は8日午前3時頃に、白地に侵入し、上陸後は、タイ軍の抵抗を受けたが、武装を解除させ、飛行場を占領した。ナコン船団の第1回上陸部隊は8日午前4時頃に終艇隊を出発させたが、豪雨の影響で午前5時20分頃ようやく海岸に達した。しかし、目指すパクパーン川口の発見に手間取り、午前7時30分発見して、そこを開始。午前10時頃、ナコン駅付近に達し、若干の大軍の抵抗を排除して、ナコン市周辺と飛行場を占領した。プランチャップに向かった上陸部隊は午前6時30分頃上陸し、タイ軍の抵抗を制圧し、飛行場を占領した。1941年12月9日午前0時、マレー第一次上陸作戦を外成したと判断した、マレー部隊指揮官の小沢治三郎海軍中将は、マレー第二次上陸作戦と、英領北ボルネオ攻略作戦の編成に切り替えた。海軍の第一航空部隊による海鮮諸島のシンガーポールに対する空襲は相当の成果を収めたと判断され、陸軍の第3飛行集団の北部マレー方面の航空作戦は概ね順調に経過している模様であった。英航空部隊の活動は一般的に低調なため、防備に追われ、消極作戦に終始しているものと判断された。9日午後2時30分。マレー部隊司令部は、英戦艦がセレター軍港に在泊しているという陸定報告を受信した。英艦隊は、将来的に航機を掴んで反撃に来る公算があるため、南シナ海の哨戒強化、セレター在泊中の英戦艦に航空攻撃を加えて同港からの後退を強要する必要があった。さらに、作戦海面では、敵船出没の砲が頻繁にあり、少なくとも3隻以上の潜水艦が作戦に従事している様子で、各部隊は対潜相当を徹底して、その制圧撃破を図る必要もあった。これらの情勢判断に基づき、小沢中将は主に航空部隊と潜水部隊をもって、英海空部隊の反撃に備え、水上部隊の大部分は次期作戦の準備を行うと定めて発令した。一方、開戦前に日本の船団の接近を知った英東洋艦隊司令長官トーマス・フィリップス中将は英艦隊で出撃して日本船団を攻撃する決意をして8日午後6時55分、戦艦2隻、プリンス・オブ・ウェールズ、巡洋戦艦レパルス、駆逐艦4隻、エレクトラ、エクスプレス、テネドス、オーストラリア隻のヴァンパイアを率いてシンガーポールを出撃していた。9日午後3時15分、E65、原田号へE艦長が、艦英2を発見、英艦隊発見の第一歩を打電した。その後見失ったが、10日午前4時41分、潜水艦による再発見の方で、英艦隊が反転して、シンガポールに対中とした南方部隊指揮官、近藤信武海軍中将は、午前5時、これを追撃するとともに、第1航空部隊及び、潜水部隊に対し、敵波0341地点ふもろ45を、シンガポールに高ケトン総中なり航空部隊及び、潜水部隊派極力これの敵を、捕捉撃滅、すべしと命じた。第1航空部隊による索敵攻撃が行われた結果、午後1時頃、イギリス東洋艦隊の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レッパスが撃沈された。航行中の戦艦を航空機だけで撃沈した、世界初の海戦となった。12月12日午後7時、カムラン湾から輸送船、サトシリ丸、金龍丸が出撃し、シンゴラへ先行したのに始まり、英領ボルネオ攻略部隊、マレー上陸部隊などが続き、13日午後12時20分、最後に小沢中将が鳥海、絹を率いて出撃した。マレー上陸のために分離した輸送船は途中敵襲を受けることなく、16日午前4時45分、コタバル、午前10時シンゴラ、午前11時パタニ、午後11時、ナコン、17日午前6時バンドンの各白地で揚陸を開始した。この作戦は戦艦2隻を撃沈した後だったので、水上部隊に反撃される公算は低く、陸軍第3飛行集団の作戦成果により、航空部隊の反撃を受けることは全くなく終了した。唯一潜水艦が脅威であり、すでに揚陸を終えた輸送船が数隻撃沈されたが、日本もオランダ潜水艦を1隻撃沈した。イギリス軍はタイとイギリス領マレーの国境近くの庭、ジットラライン、ジットラ陣地と呼ばれる防御陣地を構築していた。強愛な地形を利用しており、英印軍第6、第15旅団からなる兵力6000、装甲車90両が展開、強固さは、昭和時の戦とも称され、イギリス軍はこの要塞で、日本軍を3ヶ月は足止めできると豪語していた。だが、本来ジットラは湿地帯であり、構築段階での工事は難航、工事を請け負っていたタイ政府も半ばさじを投げかけていた。そこに目をつけた日本軍は、マレーのハリマオとして、現地で名を馳せていた、盗賊、谷豊と彼を引き入れた、諜報員、上本敏夫を、ジットララインに潜入させた。まず谷が、仲間と共に陣地の測量を行い、上本がそのデータを太陽国公使館副武官の田村博大佐を通じ本国へと送った。第5師団はこのデータを元にして半年にわたって演習を重ねた。続いて一等は二人一組に分かれて労働者の中に紛れ込み、資材の投機や建設機器の破壊などの実力行使に入った。この結果、ジットララインの工事は大幅に遅れた。12月10日、佐伯挺身隊は97式軽装甲車を先頭に対イギリス領マレー国境を通過。さらに11日にアースンの国境陣地を突破したため、97式中戦車10両、95式軽戦車2両を装備する戦車第連隊第3中隊等が、佐伯中佐の指揮下に入り特別挺身隊を編成、ジットラライン突破に当たった。12日未明予期せず砲撃を受け、特別挺身隊は東側の敵陣地に戦車で夜襲をかけ一角を占領、夜が明けるとその場所こそがジットララインであった。12日昼間は猛烈な砲撃を受けるが午後には不評部隊も到着。その夜の夜襲を決意し、準備を進めていたところ、午後5時に、英印軍は、ジットララインから全面退却した。ジットララインをわずか1日で、しかも581名の佐伯挺身隊が突破するとは大本営ですら驚愕した勝利であった。佐伯挺身隊の戦死27、戦傷83、英印軍の捕虜は1000名以上。この勝利により、山下中将は作戦のスケジュールを繰り上げた。マレー半島のイギリス軍は軽く抵抗して、時間を稼ぎながら、大小250本の河川にかかる橋梁を築事、爆破し後退した。日本軍は、当時のマスコミが、銀鱗部隊と名付けた自転車部隊を有効活用し、進撃を続けた。日本軍の歩兵は自転車に乗って完全装備で1日数十キロから100キロ近くを進撃し、浅い川であれば自転車を担いで渡河した。戦前からこの地域には日本製の自転車が輸出されていたため部品の現地調達も容易であった。馬や自転車を活用した日本軍であったが、銃砲や車両の前進には橋梁の修復が不可欠であり、第25軍の進撃速度はすなわち橋梁の修復速度であった。この作業には各師団の工兵隊と独立工兵連隊とが文字通り不眠不休で当たった。西海岸では舟艇機動も効果を発揮した。20人乗りの舟艇30隻を用意して運び込み、十数回にわたって海上を伝ってイギリス軍の背後を奇襲した。マレー半島西岸の制海権は未だイギリス側にあったが、イギリス海軍はこれに対して何の手も打てなかった。年が明けて1月6日、日本軍はスリムでイギリス軍の堅陣にぶつかった。ここで戦車第6連隊の島田豊作少佐は戦車の機動力を頼りとする戦車夜襲を決行する。島田は7日午後11時から97式中戦車と95式軽戦車が中核となった夜間突撃を敢行した。これにより1日で全重心を突破し、逃げ遅れた英印軍1個師団を包囲し壊滅させた。イギリス軍によるマレー半島有数の都市であるクアラルンプールの防衛計画は崩壊し、12日に同市は放棄された。1月14日には、イギリス軍を追撃中の向井ら主隊、戦車第1連隊機関がで、オーストラリア第8師団の逆襲を受け壊滅するという一戦もあった。1月中旬、この1師団が前線に到着し、疲労した第5師団に代わって第1線に立った。19日、この F 兵第5連隊、第2大隊は幕里で、英印軍第45旅団と対戦し、大垣大隊長以下6割の死傷者を出しながらも、英印軍を殲滅、第45旅団長を戦死させた。1月末、日本軍は、マレー半島最南端のジョホールバルに迫り、イギリス軍は、マレー半島内での抗戦を諦め、シンガポール島内へ退却した。1月31日、最後の部隊が、ジョホールバルを脱出し、工兵隊が、マレー半島とシンガポール島とを結ぶ土手道、コーズウェイを爆破した。同日、第5師団とこの絵師団の戦闘部隊は相次いで、ジョホールバルに突入。ここに、マレー半島での戦闘は終結した。日本軍は12月8日の上陸から55日間で、95回の戦闘を行い250本の橋梁を修復しつつ1100キロを進撃した。海上機動も650キロに及んだ。日本軍の損害は戦死者1793名、戦傷者2772名。イギリス軍は、壱岐師隊5000名、捕虜8000名を数えた。シンガポール島攻略の促進のために、Q 作戦、S 作戦が立てられた。S 作戦中、1月27日、マレー半島南部の沖で、日本軍の輸送船を狙って攻撃したイギリス軍の駆逐艦サネットが沈没。2月8日に日本軍はジョホール海峡を渡河しシンガポール島へ上陸した。主要陣地を次々奪取し、11日に武器、ティマコーチに突入するが、そこでイギリス軍の強力な砲火を受け動けなくなった。その後は日英軍ともに消耗戦が続き、15日には日本軍の砲弾も底をつき一時的な攻撃中止もやむなしと考えられていたとき、イギリス軍の降伏の使者が到着した。水源が日本軍により破壊され、上下水ともに給水が停止したことが交戦を断念した最大の理由であった。シンガポール攻略戦での日本軍の戦死者は1713名、戦傷者3378名。イギリス軍は、約5000名が戦死し、同数が戦傷したと言われ、さらに10万人が捕虜となった。日本軍は驚異的な速度でマレー半島を進軍し、イギリス軍を急追して、開戦以来70日でマレー半島及びシンガポールを陥落させた当時のシンガポールの状況。日本軍は戦前から周到な準備を重ね、陸軍の進撃を海軍と航空部隊が支援し、ただし、第3飛行集団は、作戦後半になって、蘭陰方面へ転用された。また、歩兵、工兵、戦車がよく協力し合った。日本軍の南方作戦は順調なスタートを切り、その後3月には、オランダの植民地のジャワ島、5月には、イギリスの植民地の現ミャンマーを制圧して、開戦時における作戦目標を達成した。一方、イギリス軍は本土防衛に注力せざるを得ない状況であった上に、情報不足ということもあり敵の戦力を過小評価して、準備不足のまま戦争に突入した。植民地から調達した多民族からなる軍隊はまとまりを欠き、陸海空相互の協力も不十分であった。兵站に関しては、日本軍はイギリス軍から鹵獲した食料、燃料、軽火器等を活用した。糧食は日本軍のものより味も良く兵士たちはチャーチル給養と名付けて喜んだという。当時マレーには500万の人口が居住し肥沃で農業が盛んで食料は豊かであったため、現地での食料などの調達も円滑に進んだ。このようにして本来兵站能力に欠けた日本軍は貧弱な補給部隊に依存することなく軽快に行動できた。後日、兵站能力に欠ける日本軍は人口希薄で食料生産の乏しいガダルカナルやニューギニアで飢餓に苦しんだ。なお、逃げ遅れたイギリス軍のホーカーハリケーンやブルースター海にエーバッファローなどの主力戦闘機やロッキード・ハドソンなどの輸送機が完全な状態のまま多数鹵獲され、一部の機材は現地で日本軍によりそのまま利用されたほか、後に日本本土に送られ性能テストなどに使用された。マレー作戦で日本軍は初めて英印軍と対戦した。難なくこれを破ったことで中国軍より弱い。果敢な包囲、迂回を行えば必ず退却する牟田口中将という認識を持った。その後のセーロン沖海戦における日本軍の圧勝もこの認識を後押ししたが、このようなおごった認識が後に連合国軍に対して劣勢に回った中で行われたインパール作戦における悲劇の一因となる。東南アジアにおける最大の植民地であるマレー半島及びシンガポールの陥落は、そして同時期の香港の陥落と合わせて、これまで数世紀にわたって行われたイギリスのアジア植民地支配の転換点なり、植民地帝国としてのイギリスの崩壊を決定づけた。戦後これらの地は日本軍の撤退を受けてイギリスの植民地として復帰したものの、同じアジア人である日本人に打ち破られたイギリス人やオランダ人、アメリカ人やフランス人の惨状を目にしたアジア各地では独立指導者を中心とした民族主義が高揚した上に、本土も戦火で荒廃したイギリスはもはや遠方の植民地を維持するだけの国力を持たなったため、これまでのようなイギリスの地位は長くは持たなかった。十数年後のことであるが、タイ領土の属、マレー半島一帯は1957年にマラヤ連邦としてイギリスから独立する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。